Let's go。 大田区上池台にある猿坂。この坂もまた実に走りたくなる坂である。僕は今日も三ツ矢サイダーを飲んでいる。そして僕は今悩んでいる。好きな彼女にその気持ちを伝えるか伝えないか。好きです。好きだ。好きです。変わらなきゃ前に進めないことは自分自身が一番よく分かっているつもりだ。今年で126年目を迎える三ツ矢サイダーが、味わいと品質は変わらずそのままに、透明感を強調した新たなパッケージでリニューアルして新登場。 CM には嵐の櫻井翔さんが登場。彼の持つ爽やかさと透明感ある世界観が三ツ矢サイダーとぴったりマッチ。まっすぐな刺激を、まっすぐな爽やかさを、透明はごまかせない三ツ矢サイダー。変わらないこと、変わっちゃいけないこと、そして変わらなきゃいけないこと、それぞれの大切さを教えてくれる三ツ矢サイダー。